はチャッケローニ監督もう一回代表で見たいんですが、レオさんはどのような印象を持ちですか。僕を、いやでも当時そんなにあれ分析してなかったですけど、取らなきゃいけないエリア取れてなかったり、前線の選手降りてきちゃったりとか、なんか3、4、3の選手から反対されてやめちゃったりとかしたけど、まあね、個性強い選手いっぱいっていうか、まあ本田圭佑とね、あれだったっていうのありますけど、まあ、ああいうね、ちょっとこう集客力ある選手に対してノー言えないみたいな可能性はありますよね。それはもう日本サッカー協会がそういうふうにしてるみたいな。だから、あの、ハリルが告発してましたよね。スポンサーの意向で呼ばなきゃいけなかったみたいな。あれに関しては、そう、これもレオザ学園で、木崎さんのね、あのアーカイブとか見てほしいですけど、まあ、それこそ、ホンダを外したか、ハリルはホンダ外しかったかったんだけど、外せなくてうんぬんみたいな、そういう話はあるんですよね。でそれが、スポンサーの意向で外せなかったってハリルは言ってるけど、実際はハリルのそれのやり方に、サッカー協会が納得してないから外させてないだけの可能性もあるじゃん。わかんないんだよ、これに関しては。でも逆に言うと、選手ってやっぱ商品価値を、ピッチのプレーとかだけじゃなくて、商品として、集客力ってとこで上げなきゃいけないみたいな。だからちょっとプロレスラーと似てますよね。強いだけじゃダメっていう。客呼べる振る舞いとか、キャラクターを作んなきゃいけないっていう。なんであの選手呼ばないですかって言われるようなキャラクターに本田圭佑とか中田英寿はなってたじゃないですか。だそういうところでね、久保建英とかは、まあ若さとかそういうね、あれでなってるかもしんないんだけど、もうそれでもね、そういうなんか強烈な毎週ワイドショーが追うみたいな選手にはなってないわけだから、普通のサッカー番組じゃない。だそういうサッカー選手が、ね、こう代表で、こう絶対的な地位に上り詰めるにはメディア活用っていうのは今後重要になるでしょうね。結局興行だからね。キリンチャレンジカップだから。キリンが儲かんないといけないから。そう、アディダスがスポンサーついて、アディダスが儲かんないといけないから。これはまあ汚い話に聞こえて、実際興行というかビジネスはそれで回ってるから、そこに呼ばれるためにはっていうので、商品価値をつけるっていう。だその辺がうまいんですよね、そういう選手たちは。中田もね、当時、事務所をつけて、なんかこう、今みたいにインターネットがそんなに、メジャーじゃなかったというか、ホームページ作ってみたいなのが当たり前じゃなかった時代に中田ドットネットとか立ち上げて、スカパーと契約して、そこで対談番組やったりとか、中田っていうブランディングをすごい作っていったから、正直パルマ行ったあたりからこう、どんどん加工してるけど、多分選手としてのパフォーマンスも。それでもね、中田を追いたい層がいたりとか、まあ実際にね、出た試合で活躍してる試合もあるしね。本田圭佑も多分、ワールドカップでフリーキック決めた南アフリカからは上がってるかっていうとそうじゃないけど、でもそれでも本田を見たい層がいたりとかね。そういうのはすごい重要なんですよね。代表で絶対的な地位築くために、プレー以外のことで。あとは、どの時代の日本代表にも、加賀谷や中村俊輔みたいに、ザ10番がいるのに今の代表は南野はつけているし、ザ10番がいないのはなぜでしょうか。それで言うと、香川はね、僕8番だと思って、当時言ったけど、香川は、こう、調味料、ごま油的な選手っていうか、香川自体がスーパープレイして、チーム勝たせるっていうより、まあ、それハイライトとかではね、ドルトムントでのループシュートがいろいろ出てくるけど、実際には、どの役割得意かっていうと、僕はイニエスタだと思ってるんですよ、香川の得意な役割って。脇役だけど試合を変えられるっていう。それで言うと、今のイメージだと香川10番だけど、実際8番だし、中村俊輔も現代的な感覚で言ったら、インサイドハーフとかの選手はかもしれないですね。トップ下なのかな、もうちょっと得点、まあでも時代によって10番像って変わるし、結局、そんなに10番って何なんだっていうので、みんな普通、今のベタだと、ね、メッシとか、ちょっと前だと、ウジーニョとか、マザールとかな、マザール今7番だけど、ネイマールとか。うまくて点取れてドリブルで抜けるみたいな感じ。まあ、翼くんみたいな感じなのかな。その時代によってイメージ変わるしね。あとエジルとかか。そんなに気にしなくていいっていうね。そういうことになっちゃいますけどね。だから日本代表で一番似合うのは、まあ、プレイスタイル的に言うと久保とか鎌田とかでしょうね。あとルックスとかね。こう、だから久保も結構今若手でこう新進気鋭でドリブル前からだけど、キャラクター的には8番とかになるのかな。でもまあ突破力このままね、持続してったらあれですけど、年重ねると突破力なくなるんですよね。スピードの問題とか、香川とかも最初の頃はぐんぐん抜くタイプだったけど、途中から違ったじゃん。そう、あとはね、やっぱりサッカーってビジネスじゃないですか。
で、あの広告代理店、その電通とか言われるでしょ。で、電通がスタメン選んでるみたいに言われるけど、結局ね、これスタメン選んでるかどうかまで分からないけど、昔遠藤やっとさんが背番号はでえあのアディダスが勝手に選ぶんでみたいな、なんか言ったじゃん、電通が選ぶんで。で、あれ問題発言みたいになったけど、そんなもんですよ。だってサッカー選手ってなんでご飯食べれてるのって言ったら商業的価値があるからじゃないですか。ってなった時に、あの日本代表の、スポンサーっていうか、それはこれ電通って出しただけで悪いみたいに言ってるけど、広告代理店だからね。広告代理店ってその、企業と、このメディアをつなぐもの、ここの媒介だから。ってなった時に、じゃあキリンとか足、日本代表はアディダスだっけっていうのが、まあ商業的にこう、あのアディダスのユニフォーム売れる、キリンのビールとか炭酸売れるみたいになった時に、じゃあそれどう打ち出しますかってなった時に、じゃあそこの CM 作りましょうってなって、日本代表の選手出しましょうってなるじゃん。ってなると、じゃあアディダスと契約してる選手しましょうってなって、例えば23人中何人は選んでくださいねってなるよ、そりゃ金出してんだから。ってなると、まあ選手それぞれいろんな事情とか、今ね、あのスパイクのスポンサーがさ、あのサッカー選手よりも YouTuber 選ぶとか、そういうのあるじゃん。ってなると、選手自体も自分の商業価値を上げなきゃいけないし、あの何社かあるときに、こっちの方が契約金高いけどこっちの方が代表選ばれやすいとか、そういうので選ぶっていう。だからこれがさ、もう汚いとかそういう時代じゃないじゃん。そういうのを賢く選べる人が評価される時代になってない。なんだっけな、俺すげえ思ったんだよ今日。あ、そうそうそう、だから見てる人もさ、昔はネットってなんかこう部屋で引きこもってる人が見てるとか、なんかそういうイメージあったけど、今もうみんな見てるじゃん。見てない人ってなんていないじゃん。ってなると、そこでさ、自分の意見を表明しやすくなってるでしょ、一票を。ってなった時に、昔はテレビ見て、まあテレビが発した情報を鵜呑みにしてる、まあ感じだった人たちが、今はさ、こういろいろ裏を読んでとか、そういうふうにこうちゃんと戦略的に考えて見れる人が声を発するじゃん、ネットを使って。今この電通とかそういう話したのは、そういう大、サッカーっていうのはサッカーが上手いから稼げてるんじゃないからね。だって、なんだろうな、多分数字で言ったらネイマールとかポグバよりもさ、稼いでる選手っているでしょ。ロナウドとかメッシよりはいないかもしれないけど、だけど給料もらってない選手とかもらえてない選手っていっぱいいるじゃん。本当だったらこの人代表呼ばれていいよなみたいな選手でも呼ばれてない選手がいるじゃん。それって、まあ、そういうコネだったりとか代理人の推しだったりとか、そういうスポンサー的な推しがないとじゃん。それも含めて多分総合力っていう時代になってるんだよ。だピッチ上でさ、なんかこう、あのクラブは金満だみたいな、お金があるから強いだけじゃんって。これが昔だったらお金あるところが強いだけだな、お金ない人たちは頑張ってるなだったんだけど、今の時代って、なんでお金稼げてないんですかっていう風になってない。だったらちゃんと企業として広報が頑張ってスポンサー連れてくるようにしようよとかいう風になってんじゃん。だからそういうサッカークラブだけじゃなくて、選手それぞれが総合力で勝負する時代になってるっていう。で、ここで戻ってくるのが新庄だったりイブラヒモビッチですよ。ああいう選手たちが自分の価値っていうのをちゃんと作ってるっていう。だから、まあ、すごい選手のすごいプレーを見てそこまでのも大事だけど、自分がすごいんだぞっていう。ほら、子供たちが僕のことはこんなに見てるんですよっていう風になるようなプロモーションを自分でやっていくっていうのは、すごい大事なんでしょうね。そうそう。だからこれね、いや、あれでも、電通を起こしてるとかそういうことじゃないよ、この話。そういうのがあるよって、絶対に。でこういうのがないみたいに、こう、選手たち頑張れみたいな、ね、いいサッカー、感動ありがとうみたいに、まあ、言ってる人たちもいいのかもしれないけど、そういうのを知りたいからというか、そういう考えも持った上で楽しもうっていうのがレオザフトボール TV じゃないですか。っていうか、そういう考え持ってないと森保ジャパンなんて楽しめないって。サッカーの内容はだって選手のアドリブなんだもん。ではちょっとね、まあ、みんなを信じてっていうか、こういう見方をした上で、あれピッチ上の実力がいらないって意味じゃないよ。それがあった上で総合力で勝負する時代になってるっていう、そういう話ですね。